今ここウガナビララストです。ラスト、あーすごい、細原さんラストで2秒遅刻遅刻っていうか細原さん次のだからね。だけど普天間さん今日来るか来ないかがわからないんですけど、来るって言ってたのにね。先週、先週約束してましたよね。はい、今日は前回がラジオのラストだったんですけど、なんか細原さんがきちっと最後の週に最後にやりましょうよっていうことで、とりあえず今日がラストなんですけどね。はい、あ暑い、走ってきました、もう汗がすごいんですよ。で最後のテーマとかはないんですけど、暑いです、暑いです。初江さん、最高の何週間何かされてましたか？何されてたって、あ今聞こえてないんですね。そう、これ小沢さんの耳のやつ。はい、何してたって、何汗がすごいんですよ。自分たちも暑かったよね下で。本当天気いいですよね。なんか最後の最後で天気もいいんですけど、細原さんなんか県外って来てましたよね。県外行ってたんじゃないですか。あ、はい、熊本行ってきた。熊本ってどんなでした？熊本一応ね、熊本と、どんなでした？まあ、普通に熊本って感じだったんだけど、信号待ちは…待って普通に熊本ってどんな感じなんですか普通の熊本よ。矢野さんが生き慣れてる。そうそう、だからなんか震災って雰囲気ではなかったんだけど、でもよく見たら信号待ちの時に壁とか見たら亀裂があったりとか、で遠巻きに見るとよく見るとブルーシートが屋根にあったりとか、やっぱそういうのは傷跡っていうのはあるんだ。少しですか？爪痕少しですか？私が行ったところ市内なので、市内はそんな感じでした。だけど熊本にあれですよね、細原さんとこのリンパスクールができたってことですよね。そう、なぜ熊本にリンパスクールが、熊本なんですか？スクール創業時の時のスタッフが、はい、熊本の子で、あ、もともと熊本の子なんですか？はい、で立ち上げ等で1年ちょっとぐらいかな、茶谷にあった頃一緒にずっとやってて、で地元に帰るって言った時に、はい、でスクールではなくてサロンっていう形でやるってことでもう帰っちゃったんだけど、はいはい、その後いろいろお勉強して、マジョルさんも一緒に熊本、福岡行ったりとか、いろんなお勉強とかは時々会って、毎年会ってっていう形で、私の大好きなスタッフだったんですよ。スタッフって言っても昔からだから、なんか高校って言うけど若くないですよね。若いよ。え、若いんですか？今年30。若いですね。うん、30歳。じゃあ若い子って感じなんですね。私の半分の年齢の子だったんだけど、めっちゃ気が合うわけ楽しかった。で彼女がもう帰って寂しくてだったんだけど、でも毎年会いに行ったりしてて、そうなんですね、でその子がサロンやってるうちにお勉強したいよっていうお客さんが現れて、じゃあどうすればいいですかって言ったら、もうじゃあちょっと立ち上げから、学校の立ち上げから募集からで、どうやって教えていくって卒業させるまでっていうのはさらに勉強しましょうということで、宮古の、セミナーをやって10名さんを卒業させる時を一緒にやったんですよ、彼女。初江さんじゃない、すみません、のりこさん、初江さんもあるんですけど、のりこさんとこのディンパスクールのりこさんどんな感じの独立なんですか、細原さんの。なんかまあ、とにかくどういう時間的にどのぐらいかかるんですか、費用的にもどのぐらいかかるんですか。30時間で、30時間で、60単位30単位だ、30単位、1時間1単位で、30時間で、30時間だいたい1週間ぐらい。いいって何ですか？1対1時間、いっぺんにはじゃなくて、1日2時間とか2単位とか。1日2時間あ、自練みたいな感じだ。そう、科目、カリキュラムがあるから、カリキュラム、今日は背中とか、今日は腕とか、今日はお尻とか。じゃあ2時間、要はね、車の免許取る時も2時間以上できないさ、集中できないから。あ、じゃあ、その時には、なんと信号で。曲がるとか、違う、今何か喋ってるか全然聞こえてないのでこっちに移しますね。
あの 2時間の15日ぐらい。そう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 、それを15回を15コマをどう通うかっていうのは30コマをですよね。1コマ2単位。あ、1コマ2時間、はい、あのなんかめんどくさいですね、はいはい、でもね、だいたいこれって決めてもできるできないが人によって出てくるから、うん、大まかにとって、うん、ここからここまでみたいな感じで、まあ、とりあえず2単位、じゃあ1日おきとかでやっても1ヶ月ぐらい。そう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 、だいたい週に2日やったとしても40日以内には取れるみたいなのとか、週に2日で2ヶ月ぐらい以内でとか、だいたいでも15日取る人もいれば2週間で取る人もいれば、うん、1コマ4単位4コマ取る、あ、2コマ4単位取る人もいたりするから。だけど4単位はあんまりおすすめじゃない。技術者はおすすめする。あ、できるできる人は、全くの素人さんは一個一個やろうねってなって、どんどんこなしていくことできるから、技術者はもともと。でそれで、いや、ま、30時間15コマ、うん、30時間15コマ、うん、で、いくらなんですか、費用は。22万7000円。え、安いじゃないですか。うん、安いですよ。でそれで認定料も入ってたりとか、ね、ウェルネスリンパ免疫健康管理協会っていう。ウェルネスってどういう意味ですか。健全に豊かなみたいな。豊かな、はい、うん、そうですね、はい、だからそれを協会があるので、そこからの認定っていう形で私たちリンパ専門スクールは指定校、技術指定校みたいな形で二段構えでやってて。二段構えってどういう意味ですか。 NPO が認定を持ってて、あ、うん、でそこのリンパ健康管理士、はい、はい、うん、はい、でそれの技術指定校がリンパ専門スクール ENOS、 そのリンパ専門スクール ENOS 熊本校みたいなのが今回熊本にできて、なんかさ、細原さんってなんかノンカーみたいな感じじゃないですか。ノンカーですよ。なのになんかやってること、しっかりしてることやってますよね。なんか二段構えで NPO を持ってるとか。なんかちゃんとしてますね。ちゃんとっていうか、意外とできるときはできるけど数字だけに弱いんですよね。やるときはやるよ。やるときは。来た来た。で、初江さんは今どんなですか、オープンさせて。もう一度、初江さんの首里 のサロンって言っていいんですか、あれ、うん、サロンって言っていいんですか。はい。何パンフレットができたばっかり。ああ。うん。ああ、来た来た。こんにちは。パンフレットができたって、じゃあお店の名前言いながら取ってきてくださいよ。シュリカナサ。はい、お店の名前はシュリカナサ。シュリカナサ。カナサっていうのはカナサン堂のカナサですか。愛しいって書いてね。カナサン堂のカナサですね、うん、はあ、簡単に言ったらもう愛でしょ。愛、愛、あ、愛をカナサっていうんですか。そう、愛って書いてカナサって読む。それをひらがなね。知らなかった。40代からのおすすめサロンってちょっと一気でもうちょっとで行くでしょ。でもね、これがいいわけよ。なんでなんで。これ見て、これ見て、もうどんなに修正かけたから、これ。はい。この人誰。綺麗綺麗。セラピスト歴23年になるメカル初江です。ハリウッドで活躍した SS… あ、本当ですか。うん、そう。師匠がね、よく読んでよ、師匠がよ、師匠がよ。師匠が。私じゃないよ。ハリウッドで活躍したエステティシャンに師事し、整体、アロマトリートメント、リンパマッサージ、ヒーリングに精通しております。精子に通じてる、精通。違う。特に40代からお顔、体の悩みにフォーカスした施術に定評があります。この時期にあなたに合ったアンチエイジングケア、肌いくって読むんですか。イエーイ。そう、肌育をすることであなたはもっと美しく輝けます。どうぞあなたのプライベートサロンとして。シュリカナサ。これシュリカナサですか、スイカナサですか。シュリ、シュリがいいね。シュリカナサ。初江さんと私はシュリ高校のあれ先輩後輩、うん、シュリカナサ。10時から10時、不定休、うん、ちょ、電話していかないといないんですよね。いや、いる。大体います。今の時間いないじゃないですか。え、今日はもうラジオだからとか。もし今だったら普通は電話してきた方がいいんですよね。そう。予約ね。予約。これは初江さんのプライベート電話番号と同じですか。一緒一緒。じゃあ。わお。だけど大丈夫ですよね、初江さん別に。
空手やってるし。どういう？じゃあさ、なんか女の子って危ないでしょ、電話番号こんなって書くの。うん、基本は。なんで、初さん、最近、ね、最近、変な話だけど、最近よくね、女の子、あの、拉致じゃないけど、監禁事件多いよね。うん。うんうん、監禁事件ひどいよね。最近のやつなんかもう酔っ払ってからお姫様抱っこ誘拐もしたよね。そう、あれ笑ったよ。誘拐、誘拐でさ、その間本当に気づかない。髪の毛を触りたかった。何百人もさらわれてるらしいよ。あ、そうなの、うん、何百人も。沖縄じゃないですよね。沖縄じゃないです。電車で酔いつぶれた女の人をお姫様抱っこしながら家に連れていくって。で、近所の人もさ、いろんな女の人、なんでいろんな女を抱っこして入ってくるんだろうなって思ってた。マジで誰もじゃあそれって気づかなかったってこと？多分なんか睡眠導入剤を使ったどうのこうのって言ってたから、多分酔っ払ってる人に無理やり酔ってる間に飲ませたりするんだろうね。にん、飲めるの？寝てる時に。なんかわからないけど、なんかするんじゃないですか。目薬じゃないですか。目薬はあれ、あれ本当です？あれ都市伝説ですよ。あ、都市伝説か。どういう意味？あのお酒に入れたら猛烈に眠くなって、目薬 2,3 滴垂らして酒飲んだ、それ寝るっていう噂、ね、寝るっていうか悪酔いするっていうやつですよね。あ、悪酔いなんだ。悪酔いする、寝るんじゃなくて、寝るのではなくて悪酔いするって昔からね、あれ都市伝説で、夏江さんね、あれだからぼったくりバーでそういう時にたまた目薬があったっていう話でしょ。うんうん、なんか伝都市伝説。あ、そっから目薬はそういうあれがあるわけ。そう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 。実際の効果はわからない。ない。あ、ない。まあ、あとはブロン液を 5個ぐらい飲むとか。ブロンってあれでしょ、子供のなんか甘い喉薬でしょ。せき止め薬。あ、せき止めか。あれは一応本当だった。あれはなん、どうなるの？ラリル。あれとお酒飲んだら。うん、ブロン液を3、あの、直任シロップみたいの。ね、あれは20年前ぐらいは、あの、本当だった。今あるの？咳止めの薬。じゃあブロンっていうのは覚えてるよ、うん、5本ぐらい飲んだらちょっとトリップするっていう。あ、そうなんだ。あれを、そういう飲み方しないで、うん、それなんか美味しかったよ。分かる分かる分かる。ね、なんかおやつ代わりに飲んだよね。今は入ってないみたいよ、その成分は。っていうかブロン売ってない、うん、もう売ってない。あ、ブロンがね、もしかして禁止になったのかな、これのせいで。やっぱもう良くないやつっていうことだ、うん。でだって、あの、死なない薬は薬じゃないっていうなんか言葉なかったですか。あ、咳止めだから、咳止めでも死ねるってことでしょ。咳止めを飲んだら飛んでちまうんですね。あ、アボ先生、アボ先生、アボ先生出た。だから、あの、また呼んでって呼ぶプロジェクトに入ってますよ。え、それはとってもマクロファージですね。アボ先生いくつなの？98ぐらい、あんなに言ってない。お母さんが今度100歳。ああ、お母さんも健在なんだ。アボ先生は75とか、そう、あのぐらい、だからどれぐらいジャグリングがっていうのも楽しみだね。ジャグリングはノートさんのインティマシス、イントマヤするんですね。イントマヤなと。イントマヤするんですね。誰？あの、フェイスブック見て来たいって言った。そうなんですか。上原愛子さん。あ、じゃあ荒垣愛子さん。間違った。僕全然関係ないですけど、読んでたんですけど、旦那さん会ったことありますよ。ああ、ロブコンドの。はいはい、ご主人、はいはい、サーファー。あ、そうだ、サーファーでした。サーファーでいうつながりじゃないですけど、あの、会ったことあります。うん、え、細原さん友達？はい、知り合い。あ、知り合い。初江さんと徳志さんは、なんか中に入る、存じない。一番初めて。いいですけど、はい、あの、突然入っても、あ、はい、こんにちは。自由だな、この自由だからね。あの、事前にやらんからね。そうそうそう、今日、あの、なんていうの？あの、普天間さんが、来るかどうかもわからないし、自分も来ようかなとか、だけど一応この前約束があるから、うん、一応大丈夫だろうなみたいなレベルで来たんですけど、うん、で、初江さんのお店は、あの、10時から何、うん、あ、見して、自分も見して5時、10時から5時、うん、だけど、あの、お客さんほら、どうしても夜しかできない、会社帰りしかできない。ああ、一応、リクエストに応じる。そうだから本当になんかわがままを聞いてる。ああ、書いてます、メカルハツエって書いてますね。あの、オナニーセラピスト。あ、なんで、ない書いてる、オナニー。そんなのない。あ、オーナーセラピスト。あ、オーナー。あ、オーナーですね。オナニーに、オナニーに見えちゃう。スタマスタマオナニーセラピスト。もう今日しか呼べないから、ストムって呼んどくんだ。で、10時から17時で、まず、普通の、なんていうの、エステっていう、じゃあ、女性だけってことですか？いやいや、
この間は整体で男の人もいます。男の人はこれがあのアラマリラクゼーションってやつですよね。アラマ違う、あの撮影さん、あのアラマタッチができるんです。アラマタッチ違うアロマタッチじゃない、これアラマタッチの、これ誤植されてるんで、アラマっていうタッチの仕方があるわけね。そうそう、タッチ、あの太もものリンパとか触ってる時にアラマみたいな感じでアラマタッチになるんですよ。そろそろ一応さ、今日最後だから、あ、紹介して紹介して、どうぞ。細川さん、あ、じゃあ近づけて、あの音をめちゃめちゃ近づくないと。はじめまして。はいはい、はじめまして、はい、こんにちは。こんにちは、あの愛子さん、愛子さんですとふーちゃん。ふーちゃん、かわいいね。かわいいね。ふーちゃん、ふーちゃんってふみこさんとかですか、名前。ふさよです。ふさよ、かっこいい、かっこいい、ふさよ。なんだろう、別に悪いな、ね、悪いことでもなんでもない、なんか面白いね。ふさよ、ふさよってなんかふさっていうだけでなんかちぶさっぽくない？初めて会う人に。初めて会って、細原さんは何度も会ってるんですか？名前いや、名前ちょっと今なんか今つぼってますね。ふさよ、ふさよ、ふさよって、あのふさよって一応多分沖縄県に一人しかいないだと思います。ふさよは言いますよ。ふさよは多分ですね、ふさよさんしかいないと思います。ふみよとかだってるかもしれないけどね、うん、ふさよ。ちょっといいよ、ね、あのすいません、いやこれ今日これ引っ張りますよ、これちょっと引っ張るって感じですか。じゃあ愛子さんとふさよさんね。愛子さんは漢字で愛ですか。私はひらがなです。ひらがなの愛子さん。だけどあの愛のかなさなんです。かなさと絡んでるんですね。かなさも、かなさは愛って意味だから、たまたまでしょ。あの、はい、あの初江さんはい、はい、この人です、この人です。でお店すでにオープンしました。これ結構あの修正かけました。修正っていうかすごい飛ばし、ホワイトバランス飛ばしてるみたいな、ね、バスッとね、バスッと。いや、あの人生持ってなんぼですよ、うん、そうですよ。あ、でもまあ本人ね、元も綺麗だから全然ね、全然問題ない。つとむ。どうした、今日はどうした、ブドウを飲んできたのか。あのアンダ口ってわかりますか。アンダ口滑ってるわけよ、ツル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 。天ぷら食べてきたから。この二人はあの先輩後輩の中、そうですね、あの筆下ろししてくれた先輩。違う、高校1年のあの夏、ね、うん、あの部室で思い出は綺麗にしてるのこうね。最初は口だったみたいな話でしたね。初めては今日最後だろによ。あのいつも通りです。今日はこの最後のディープなラジオに来てくれたこの2人、チャレンジャーだよね。チャレンジャー、普通来ようと思わんよ。一応だからね、フェイスブックで一応最後だけどって、行きたいってなんか来てみたいな。行きたいって言っても行けるかどうかはお互いの相性でしょ。やっぱ行きたかったんだよ。行きたい、行きたかったんだ。いきなりはね、あの、まあ、一応人妻だしね、行かせられないよね、初江さんね。いや、まあそれぞれだから。だけどアラマタッチで行かせる自信がある。アラマタッチ、引っ張ってる。いいよ。場所はですね、首里高校のあの体育館から塀のよじ登っていけばすぐですね。そうですね。登らんでいいよや。回り込め。首里の門下ってきたところですよ。あの玉うどんの真向かい。玉うどんってわからないでしょ。おそば屋さんだった。お蕎麦屋さんの2階、あの2階ね、うんうん、2階浜うどんの向かいで、うん、お蕎麦屋さんの2階、うんうん、一応今日最後だからいろんなの宣伝しときましょう、うんうん、細原さんのお店はどこにあるんでした。那覇市おろくコープおろく店の2階です。あのうるくですよね。うるく、はい、うるくんちゅうやでジャム豆腐屋うちこわてヒーパーパーのうるくですよね。なんでそれ。うるくや日本がやすーの、あー、うん、分かんない、うん、電気屋貴重せ日本がやのうるくですよね。あの電気が沖縄で電気が初めて通った。そう、沖縄で初めて電気、おろくは日本ってやつ、うるく日本、あ、うん、そんな由緒ある、おろく日本、大丈夫です。まあ、本当は差別用語ですよ。おろくは日本じゃないっていう風に差別されてた時があったんだ。そうそう、あのおろくの人はこんなやってイントネーションが、おろくは日本がやつみたいな、なんかあの自分の親父がおろくだったから、夫婦喧嘩したらおろく日本やって、お母さんが俺の僕のお父さんで、あ、そうなんですか。おろく日本って、おろく日本って、こういう揶揄する言葉があったわけね。そう、揶揄しますね、初耳言いそう、うん、揶揄するんですよね、うん、ふさよさん。覚えた時の言葉使いたがる。え、ちょっと失礼ですけど、お二人はどちら出身ですか。那覇です。那覇、二人とも那覇のどこですか。
おろくじゃない、もしかしてだからね、いいぞの最後や、この流れおろくの西側とか東側、金城ダムのところです。あ、金城ダムのところ。ああ。首里じゃん。首里、首里だね。寒川、寒川です。じゃあ松代中だ。はい、松代中です。二人とも松代中、松代中は那覇では2番目に頭いいですよ。なんで何で今2番目？一番は回し中だから。あ、自分の母校。母校、母校、回し中が一番、うん、母校です、母校。上北は4番上北中。この情報多分間違ってる。まあ、じゃあ都合のいいようにやったら最後だから、もう自信持っている、間違ってると思う。こっちはなんかあれです、同級生かなんかですか？はい、中学校からの同級生。あ、マジか。で、松代中はよく通りますよ、地獄坂があって、うん、で中2の、僕が中2の時に初めてできたんですよ。あ、いや、あ、その学校がってこと、うん、石田中から分校していって、だ当時多分記憶が正しければ石田中16組ぐらいまでありましたよ。はマジか、うん、16組、多分16組ぐらいまであったと思う。いやいや、ちょっと、あ、まだ別れる前ね、別れだ、あの、だから別れしたんだからね。僕たちちょうど僕の世代から、初江さんから僕の世代ってみんなセックスしまくった時代ですよ。いやいや、そこに、それは別に他にもあるだろう。他にもなんか出せるのあるだろう。本当に分離、こう分離して、どんどん子供がバーって増えていったっていうのは、うん、その意味ね。ああ、それが言いたい。通訳、通訳。じゃ本当にベビーブームの一番、まあ、一番。そっか、めっちゃベビーブームだ。ベビーブームで子供が、なんで僕、小学校8組とかだよ。中学、高校11クラスとか、うん、高校は13か、13クラスとか。あ、すごい、高校で13だからね。1学年で500名余ってとか。小学校、松川小学校も12組、小学校で12組とか。もう今も沖縄で2桁あるとこないですよ。じゃあ 6組ぐらいあったらすごいんじゃない？いや、6で多いですよ。6ったらすごい。5でも感動するのに。中学校の時は6中18組までやった。18組？でしょ？18組。その世代ちょっと。6中の時。18組。で、京原中に分離した。あ、京原ね。18ってマジで？うん。1クラス何名の18から？45とかですよ。当時ね、多分40から50いるよね、1クラスね。45とかですよ。だって女子で20番だったのに。え、どうぞ。橋本方で、細原の方は後半で20番だった。ほうでも20番。ほう、あ、荒垣だったら1番とか2番とかあるんですか？あ、そうそう、荒垣、あ、違うぞ、結婚して荒垣でしょ？はい、あ、はい、うん、結婚する前は何垣ですか？自分垣ですかみたいな。徳さん、こんなの大好きですよ。これは好きな、いや、これは大好きなやつですね、個人的に。ちなみに何垣だったんですか？植木です。植木、はい、植木さん、ま、本当に植木。え、あの、荒垣さん、え、沖縄の人じゃないんですか？昨日細原さんがね、最後のラジオをシェアしたんですよ、うん、したら、あの、一応来るって書いてたから事前に読んだんですよ、ブログ、うん、したらドブス死ねって書いてました、ね、え、ブスは死ねって書いてた。ブログにブスは死ねって書いてた。え、誰が誰が？彼女。マジで？最高で、最高。死に面白いさ。ブスは死ねって書いてた。これマジっすか？そう、何か言われたらだから何みたいな感じで、何、あの、なんかわからないけど、その いきさつはとりあえずブスは死ねって書いてた。自分も読んだ、それ読んだ。読みました。で、あのね、ちゃんと前後言わんと誤解されるから、ちゃんと、だけど、あ、なるほどねって言わないと。微妙に面白かった、自分は中の上って書いてあった。自分は中の上って書いてあった。で、ふさこさんはどこに入るんですか？ゲのゲ なんか、何か言いたいことがあるんですよね。ブスがなんか、あ、今一番言いたいこととか。あ、そうそう、じゃあちょっとそれについてちょっと少しコメントをください。ちょっと近づいてから。もっともっと前に前に。一番言いたいこと、ブスに対して言いたいことを。あの、ブスの、ブスって言った言葉に対して反応したんですよ、男の方がね。で、その、なんか、お前はどれだけ自信があるんだみたいな。それで、あの、いや、ブスっていう言葉に反応するあんた、話聞いてね、話聞いてね、あなたの心がブスだよっていうことが言いたくて。ブスは死ね。まあ、ここ、あの、簡単に言うと、ね、自分の内側にない言葉は響かないですからね。そうそうそう、ズボ、ズボシってことですよ、うん、自分、僕とかデブって言われても、何、誰に言ってるの？誰に言ってるのかなみたいな感じで当たらないんですよ。だけど、お前チンチンちっちゃいドロップス。あるものは、あるものは刺さるんですね。うん、
チンチンが小さいってことも刺さるんですよ。刺さる刺さる。かわいそうに。そんなかわいそうにって。何なのかわいそう。もう子供5人いるし。いいよ別に。僕はチンチン小さいから女も小さい女選んでる。うん。膣が小さい女。うん。うん今響いてないからみんなでっかいのあそういう判断判断判断ということを言ってたんですねはいそうですだけどこれはあれだよねあの細原さんね奇跡のコースコースインミラクルと一緒だよねうん、うんうん、何も知らない、うん、私は何も知らないっていうコースインミラクルって本があるんですよ、うん、したらいきなり同級生と会うと例えば初江さんと会ったとしますよね、うん、初江さん老けたねって言ったら、うんブスって刺さる人はいつも自分が老けてると思ってる人です。あ打ち当たりってやつ。打ち当たりする人。打ち当たり。うん。なんかだから会うときに人にね、うん、太ったのとか痩せたのとかそっち言う人いますよね。うん、あそれうんうんうんいる、ね。それ自分が気にしてるんですよね一番ね。うん、そうそうそう。うん自分が気にしてだけど僕痩せましたよねえ、うん、また痛せましたねまた痩せました時はまた痩せました顎が出てきてるさ顎そこ顎、うん、そこ顎が前首だったけど今もな順調に落ちてますよね順調に落ちてます今32キロ落ちてるあもうそのスタート順にトータルからねトータル32キロダウン この辺ここのラジオでは10キロぐらいじゃないですかなんかここら辺がなんかロボル閉まったよね閉まって閉まって閉まって筋トレはしてないですよねしてますしてますあ筋トレはしてる背筋200回目あややってるんですね、うん、すごいんですよ腕とかがぷよぷよになってて、うんうんうん、なんかダメになってるんですよなんか肉体的に筋肉質だったのが筋肉もうぷにゅぷにゅになってるんですよ筋肉がなくなってるんですよこれ昔すごかったんですよ、うんね、だけどもうなんかいろんなのがダメになってきてるからもうそろそろ50じゃないですか、うんうんうん、今からやってないとね、うん、今からそう でも変わる本当に変わる変わる本当に変わりますよ本当に変わる、うん、自分が今 3年目か何やってるんですか空手やってるでしょ、でも全然違う全然違うこの体のキレとか体調の話うんうんうん、全然違うちょっとしたことでも疲れなくなったし、うん、あそれはあるうんうんうん、うん、あそうちょっと自分も徳志さんがね この世に残した最高のあれは教育と運動だみたいな投稿あったじゃないですかで、うん、たまたまその前後で自分もウォーキングを始めてて、うんうん、でたまたまこうお隣さんとちょっと健康の話になってて、うんうん、この人看護師さんなんですよ、うんうん、自分の住んでる隣、うんうん、で ご主人がお医者さんで、うん、で自分洗濯物必ずこう太陽に干したい人なんですね、うん、ちょっとあれだけ、うん、で必ずでこっちガス乾燥機があるわけ、うん、もう入れれば一瞬通るんだけど、うん、自分は絶対こう火に干したくて、うん、でうちの妻も太陽に干したわけ、うん、太陽の匂いが好き妻を太陽に干したんですか妻も、まあ、だから妻も太陽に干したんですか で要は自然のものを受けると体にいいよっていうのを言いたいのと、うん、これもうデータが2個しかないから、うん、信憑性ないけど、うん、自分の知り合いに子供できない同級生がいた、うん、ずっと今も、うん、絶対に洗濯を乾燥機でしかやらないんですよ、うん、乾燥機か室内に除湿機つけて、うんうん、絶対雨の心配があるから 100% 乾くからっつって、うんうん、あ完璧主義なとまあ自然に触れないじゃないですか、うん、でうちの親友が昔記者やってて住宅新聞やってて、うん、木造住宅は鉄筋コンクリートの3倍以上妊娠する確率が高いっていうデータから見てて、うんうん、要はその自然にこの触れる量を、うんうんうん日常でちょっとずつ入れとかないと、うん、やっぱこういうどこか、うん、だから鬱も多分それだし、うん、で不妊も関わるから、うん、あともう一つ人間はもともと自然の中で生まれて育ったんですね青葉先生あるわけです今日も先生言いたいなその人が、うん、道って真っ平らじゃないですか、うんうん、もう自然界にこんなのがないから、うんうん、これもちょっとね病気の原因だぞねって話自然界の直線は不自然だ、ね、そうそんな感じですそうでそれ聞いてたまたまその知り合いから、うん、自分ちょっとその横ここに行きますよって石畳行ったんですよ、うんうん、で石畳で今ウォーキング始めたんだけど、うん、もうちっちゃいさ首里ですか浦添の遠山のあーあるねデージャーも歩きに行くわけ、うんうん、だけどこう起伏まぎしデージャー汗が死に出るしまた気に囲まれてるし超気持ちいいわけはい何が言いたかったんだっけそうだからそう気にせずにどうぞそれで妊娠したんですよね多分そう妊娠なんじゃないんだけどやっぱ自然に触れることだったりするんですよねそう自然に触れるのが一番の健康と、まあ、うつの対策の方だし、うん、あと運動とやっぱ不自然なものに囲まれすぎてるじゃないですかそうだからこの不自然なのさものの中の一つに、うん、あれ
高層マンション。あ、うん、高層マンションの何階建て以上に住んでる人は、実際これもうデータが出てるんだけど、うん、不妊の人が多いんですよ。あ、何階から上は、うん、やっぱりこの気圧のせいで、あ、ね、そう、当たり前じゃない状況に。そっか、でそこをずっと毎日行ったり来たり。そっか、自分前アボ先生も言ってた、うん、地面に近い階に住みなさいって。あ、やっぱ地面に近い方がいいんだ。そう、だから毎日、だからほら、もう高層になればなるほどエレベーターじゃんね、うん、だから毎日この気圧の違うところしょっちゅう行ったり来たりするから、体がやっぱり追いつかないっていう話はもう出てる、うん、でちょっとそれと違うけど、うん、その人が、うん、まあ余震波子供がいるとしたら、うん、この高い何階以上のいる子は、うんうん、この落ち着きがない子が多いらしくて、すると人間高いところが怖いっていう恐怖っていうのはもともと持ってるものらしい、うん、本能で。だからそれがわからないから平気で高いところが飛び降りたりとか、うん、すごい危険なあれもあるって言ってた。あ、うん、普通人間ってこうあったら怖いっていうのかな。だけど房子さん35階に住んでるんですよ。あ、そうなの。そうなの、ね、よかった。登るすごいリサーチだな。どこまでリサーチしたから。2階いいですね、割と近くて。愛子さん何階住んでます。私も2階です。あ、よかったよかったよかった。あの2階で行くっていうことですか。2階で行くじゃなくて2階に住んでる。お住まいになってる。そう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 。やっぱあるんだね、この地面に近いところっていう、うん、だからよくだから地に足がつかないっていうじゃないですか。うん、やっぱそれも当たってますよね。まあ、じゃあ高いとこ住まない方がいいんだね。まあ、こんなん言ったらあれだけど、うん、俺ずっと俺40階建てのビル建てたいんですよね。俺デイジー最上階に住みたいと思ってたけど。大丈夫だよ、普天間さん、精子濃いでしょ。うん、濃いよ。何をしとんのこれ。何を。俺も濃い。5人全部一発ずつ全当たりしてる。5発、じゃあ5発一気にのいいところで、うん、じゃあ一回 CM 行きましょうね、うん、はい、じゃあ CM 行きます。昭和の男の精子は強いんだよ。ああ、やっぱ強いでしょうね。食べるもんも違うし。食べるもんも違う。なんで今薄くなったのかな。食べ物が体の成分を作っているから、うん、あともう環境。環境か。僕の精子20倍で薄めて2年間寝てますよ。もうみんな妊娠するじゃん。みんな妊娠するじゃん。そうかな。じゃあ自分は。じゃあね、なんか妊活やってますよね。なんで妊活って。妊活っていうか布ナプキンを。ああ。作って販売してるんです。あ、立ち上げたばかりで。自然のものだからいいね。はい、洗うんですか。はい、洗って繰り返し使うっていう。彼女ずっと使ってて家族で、あ、そしたら、なんかこの話昨日聞いて、あ、愛子さん来るとか会いたいって言ったら彼女、うん、こういう、あ、次え、愛子さん、なんでその布ナプキンの話になります、ね、布ナプキンの話でしたけど、なんで妊活をやろうと思った、その、ナプキンに入る前に、ナプキンってわからない人いますよ。え、誰が、いや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 、ナプキンわからない人いないでしょ。僕いるの、前も言いましたよね、タンポンとかナプキンのことがよくわからなくて、24個入りっていうのが売ってて、36個入りとか売ってますよね。あの、普通のやつ、タンポンとか。なんで3年分買うんだろうと思ってましたよ、子供の頃。あ、月1回と思ったってこと。うん、男の人とかこういうことわからないと思いますよ。ああ、そっかそっか。ああ、それわからないね、そこまでは。今実際、じゃあ1回の生理で何枚使うかってわからないですよね。わかんない。だからそういう基本的なことわからないですよ、僕たち。誰よ、わからんよ。ちなみに平均何回使うの、この何枚、何日続くかとかわからないですよ。うん、まあ、個人差が一応あるからね。2日目がひどいってよく言うけどね。量にもよるしね。うん、人にもよるし。え、結局だいたい何日続くんですか、生理って。1週間でしょ。1週間ぐらいです。の人も、あと昔の人は生理自分の力で止めることができる。でよね、うん、そう登る、うん、ナイス。そっから布ナプキンの話してもらった方がいい、うん、じゃあちょっとその布のなぜ布なんですか。あのちょっと前に、前、はい、なぜ布なんですか。今紙ナプキンが主流になってて、うん、はい、小学校のから性教育が始まるんですけど、うんうん、その時にもう当たり前、性教育が始まるんですか。性教育が始まって、当たり前のように紙ナプキンを渡されて、それを使うっていうふうに、私たちもそういうふうにしてきたんですけど、あまりにもやっぱり子宮系の病気が多かったりとか、あと PMS、 PMS ドットコム、生理痛がひどくて、あ、これ、あ、生理痛のこと PMS っていうの。そうマジで、まあ、月経前症候群って言って PMS、そういうとで、
覚えろ覚えろ覚えろ PAP のこと、はい、愛子さん続きを、はい、続き続き、はい、そういう方が増えてきて、うん、私もそれからきっかけで布ナプキンを自分で使うようになったんですけど、はい、使っていくうちにすごくいいものだなと思って、私も娘が3人いるので、あ、はい、ちょっといいですか、 なんで布とカップか紙と何が違うんですか。今からですか、はい、紙ナプキンの成分ってみんな知らないまま使ってるんですけど、知らない成分知らない、うん、この紙ナプキン、うん、で実はこの漂白されたものだったり、この紙ナプキンの下にはこの冷えピタと同じ素材の吸収剤、うん、冷えピタ、ポリマーが使われてたり、化学物質ってやつ、そうなんです、はい、うんうん、それが子宮を冷やすって言われているんです、うん、要するにやっぱ下って粘膜じゃない、うんうん、でそこっていろんなものを吸収するんですよ、うんうん、でそれを生理で出血はするんだけども常にそこに当ててるもんだから、うん、違うのまで吸収するの、イエス、違うの吸収するってどういうこと、のこの中の保湿されてる質、うん、質分化学物質、水分化学物質とかそれっていらないものまで結局この粘膜吸収してしまう、あーなるほど、あ粘膜吸収しちゃうんだ、はい、必要なものなのに残さんといけないものなのに、わかりやすく言ったらよくほら市販のシャンプーとか使うと中までちゃんと界面活性剤で中まで入ってって、うん、なんか子宮経費吸収ね、吸収して、お産の時にこの羊水がシャンプーの匂いがするとかっていう、うんうん、あ聞いたことある、あるでしょ、ある聞いたことある、あるでしょ、あるでしょ、うん、だからそれと一緒一緒、頭じゃなくて膣から、膣から吸収しちゃって、うん、でそれがどうなるの、あ膣が吸収するの、そう、そうです、するともうこの病気の原因の元だっていうふうに言われてるんです、あそれが、まあ、その原因がその一つではないかっていうふうに言われていて、それで今注目されてる、じゃあ、服部くんも紙ナプキン集めるのやめた方がいいんじゃない、何それもう今日で終わろうな今日で終わろうこの渋谷もやめよう今日でやめるそうです。あでもじゃ要はあれでしょ、もうちょっとあまりにも不自然なものに触れすぎてるっていう話よね。さっきは不自然と思ってないわ。ああそっか、もう不自然がもう自然で定着なって当たり前、これちょっと危険だね。だからさっきほらのぼるが言ってたさ、なんだ江戸時代だった、江戸時代生理を、生理は自分で止めてた、でもね、コントロールできるって言ってたじゃない、うん、やっぱり紙ナプキンになってからそういうのがみんなできないわけさ、分かった、だから締まりが悪くなるって言いたかったから OK、 ありがとう、ナイス、先に行ってくださいねそしたら早いとこ、でやっぱね人間ってこうやっぱ自然に立ち返ったらできるんでしょうね、自分の下の、うん、20代後半の子なんだけど世界一周した女の子いるんですよ、うん、要はそういう奥地とかも行くわけですよ、うん、もう考えるのもそこ考えるんですよ、生理どうすんのって、うん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 、やっぱり、うん、あるところ、ある途中から多分ストレスでだと思うんですけど一応途中でコントロールできるのだって、うん、何ヶ月目ぐらいから、うん、もういよあそこ行ったらトイレがないとこだからって事前にこう、僕もできる、あ止めれます徳下も、いやないだろうって、寸止めそれじゃないから、寸止めできる、そっか、じゃあ娘たちも布を使わしてる、はい使ってます、あだけど 布を1日1枚でいいんですか、またこれも人にまたよるんですけど、先ほどおっしゃってた血を止めれるっていうのは経血コントロールっていうんですけど、まあ、自分のこの生理を垂れ流すんではなくてコントロールするっていう、そういうまた方法もあって、まあ、それで今房子さんそれを今つけてるままここに、ないや、まあ、つけてないです、だけど僕も肛門から漏れるときはそれ使った方がいいですね、同じですよね、布ですね、違う別に、じゃあパンパースも同じことが言える、ね、なるほど、やっぱ布おむつがいいんだね、めんどくさいけど大変だけど、話ですけど布おむつが、昔はね僕が子供の頃とか屋上でバーって、そうだよね、干してあったね、ふんどしみたいにダラララララって、あったですよ、ギリギリ、うん、ね、うん、多分普天間さんぐらいの時なかったと思う、なかったら紙おむつが小学校ぐらいの時は紙おむつの宣伝、うん、ね、もうどっちも覚えてないけど、どんなあったかな、僕かんないです、初江さんとか絶対 100% 布だよ、なんで自分も布だもん、うん、だけどその後、うん、あれじゃない、普天間さんなんかぐらいからはもう紙おむつだと思う、紙おむつが基地から出始め、アメリカから基地から出てるから沖縄一番早かったはず、あーこんな早そうね、うん、一番早かった、チュンナーさんとかは絶対自分で洗ってましたよね、いいえとか言って私は若いんですけど、この布なんだっけ、布ナプキン、布ナプキンはね
気になってるんですよ。あの実はあの不妊症の人ね、うん、布ナプキンに変えただけで、うん、あの周期がきちっとなって妊娠できたって話を聞いたことあるんです、うんうんうん、その活動されてる。あ、やってる。手作りで可愛い、あ、手作りの布ナプキンも沖縄ね、沖縄でやってるの、うん、立ち上げたばっかりなんで、今日は、あのチュンナーさんマリリンブルーですよ。かわいい。もう最後だから駆けつけて、今日最後だからお化粧も綺麗にして、あ、いい感じですね。はい、あの急な感じ、これもつけてきてね。あのいろいろなのジャラジャラつけてきてね。あの一生懸命塗りたくてきましたよ。はい、塗りたくってきたんだ。今下で駐車場で。いっぱい、テレビ映るからちょっとすみません、もうちょっとだけ。布ナプキンやって、まずこう良くなるポイント2つ3つあれば、例えば直感が冴えるとかそんな感じの。布ナプキンってそんなところまで行くなんとなく、いや、なんかね、そうなんです、あ、やっぱあるって、やっぱりそうなんだ、直感が冴えるんだ。冴えます。一番はやっぱりあの自分の体と向き合うので、まあ、一番生理痛が軽減される。うん、ああ、一つ目、生理痛軽減、はい、それでやっぱり自分の血を見てちゃんと手で洗ってやるので、うん、この食べ物とか自分の内面に、うん、あの目が向くようになるんですね。でそれであの、まあ、本当に直感が冴えるっていうのもあるし、 あと不妊が改善されたっていう声もいただいてます。はい、自分ももうどれぐらいかな。やってるんですか、え、布派？布派？マジで？え、いつからよ？もうどれぐらいなのかな、5、6年になるかな。いやー、すげえ。それで新しいの欲しいと思ってたって言って、私と愛子さんの見て、ぜひ今日紹介してみて。あー、なるほど。じゃあもう手作りのもの。布も準備して持ってるって。え、だけど、あの、服部くんもあの訪問販売してますよね、ナプキンね。あ、そっかそっか、安蔵もね。売らないで、売らないで。安蔵みたいな。え、ふさえさんじゃ使ってんだよね、友達の親友がね。使って自分のこの感想を実際。いや、もう、あったかいです。あったかい、あったかい。あ、もう、こっちが温かい。ナプキンを塗る。違う。あったかいんだから。あったかい、はい、で。まだあったかいっていうのと、はい。あとは、匂いが気にならない。え、なんで、なんで、何、何、匂いが抑えられるってこと。そうですね。マジか。なんで、なんで、なんか、なんとなく、不衛生なイメージですよね。だけど、だけど、匂いがしないんです。なんで、なんで。うまく出るから。匂いの元がこの紙ナプキンの素材。あ、そうなの？と混じってそういう異臭がするんですけど。あ、だったり、あと経血が多分綺麗になってるんだはず。どんどん血が綺麗になるから。そう。それも食べ物とかにも気をつけるようになるので、やっぱりもうお肉とか暴飲暴食、お酒飲んでるときはやっぱ血がドロッとしてますし。うんうん、あ、それは水のことができてる。あれと一緒だ。僕が毎朝尿飲むのと一緒だ。飲尿健康法ですね。飲尿健康法。あれ、定かじゃないですよね。本当健康になるかどうかね。あれ、なるって。あ、なるって。うん、なる。なるって言う人もいるという。うん、そう。なんでことはないけど。ないんかい。あの、さすがに、あの、女のはよく飲んでたけど、男のは飲まない。いや、スカトロか、それもおかしいでしょ。で、続きで、3つ目が3つ目は、あ、この2つが一番。2つがもう一番ですね。ふさっとしてるんですか。ふわっとしてるんですか。あの、でも、はい。もう、あの、自分も使って5、6年になるんだけど、娘が今中1、娘も布にしてる。そう、使い始めの時から布にしてる。あー、素晴らしい。なんでかって言ったら、やっぱりあのなんていうの、メス由来だから、親子っていうのは私の体質にどうしても娘に似てしまうの、うん、だからあのなんていうのか、私がこの布ナプキンにしたのは夜眠れなかったんですよ。もう紙ナプキンだと夜もあそこが痒くて。わかった。あ、痒くてから。すぐ止めといた方がいいよ。ディフェンス。もう本当かきむしるぐらい。痒くなるの？布が痒くなるの？違う、あの普通のナプキンで。あ、ナプキンが痒くなる。痒くなってから。あのなんていうの、もうその時も布ナプキンってあんまりなかったから、もうネットで探してもない時代だったのかな。その時ね、一部の人は本当に作ってるかなぐらいの時だったから、もうハンカチ、綺麗なハンカチを買ってきて、それ当てて夜寝てたんですよ。そしたらたまたま知り合いが布ナプキン、あいらーま作ってたから、それ買ってやったらピタッと収まって。へー、すごいね。あそこの痒みがで、経血コントロールができるんですよ。あ、さらに、うん、だからトイレ行く時にダーって出して、うん、それ以外はだから布も1日使うかな、うん、あー、こうやって
ついてるんでしょっち、うん、こうやって見て、うん、なんじゃこりゃー言うときもある今の、今の分かった人何人いるんですか。なんじゃこりゃー、はい、分かる人、分かる人、ああ、やっぱり、やっぱ少ないんだ、少ない。松田優作、松田優作がね、もう血まみれになってね、もう一番多分一番有名なシーンといっても過言ではないですよね。だけど痒くなるんですね。なる。だって だいたい僕夜痒くなったらシームリーズつけてましたよ。うわ、そうなの。はい、痛そう。で扇風機で仰いでた、こうやって。でもほら女の人は直接もう粘膜さ、あ、うん、男は痒いのはね、あの毛の根元ですよね、あの玉の袋の周りみたいな、ね、ああそう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 、谷ですよ、谷。蒸れてるから、ただ不潔だから。だからもうほんとそれがもうかきむしるぐらいだった。辛いね、うん、でそれであの友達が作ってたんだけど、うん、やっぱり自分たちで作ろうって先生呼んで、うん、あの布から自分たちで裁断して作ったんですよ、うん、でそれを洗いながら使って、で洗う時もすぐ洗ったらそう落ちないから、うん、水につけとくわけ、ね、水張って、うん、そしたらこの血のタンパク質っていうのが出るから真っ赤になるでしょ、うんうんうん、それは植木とかにかけるとまたそれもリサイクルだ。あー、マジか、うん、超 何でリサイクル。血液ですよ、自分のタンパク質を。これをどうするんですか。植物にかける。へぇ、うん、全然 OK なんですよ。へぇ、まあ、そうですよね。育ちそうだね、なんかね、うんうんうん、全然 OK。 いいこと、いや、まあ、いや、もう手間かければいいんですよね。手間暇をかけてやったら誰も健康になるし、病気にもならんし、うん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 、血を大事に扱うと扱うと地球が喜ぶんですね。ナイスナイスそっか、面白い。まあでも本当今の話聞いて、本当自然に変えるときだね。そう、うん、本当にこう、まあ変えるっていうか、ちょっとね、一つでもいいから不自然なものを減らさんとね。だけど女の人って生理があるから現実的なんですよ。あ、ええー、うん、あのもう定期的に血を見るから。あの男の人っていくつになっても子供じゃないですか、うん、子供だから普天間さんとかちょっと弱ですよね。弱ですよ。弱いですよ。弱いですよね。ちょっと弱いですよ。男って弱だから、女の人にこれ気をつけないといけないと思うんですけど、僕来週キャンプに行くからよとか平気で言いますよね。ああ、そう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 。うん、女の人カチンって切れますよ。なんでよ。キャンプ行こうで切れるとこないでしょ。じゃあキャンプ行くんだったら前々からちゃんと言っとかないと。生理にぶつかるだろとか。ああ、うん、そこまで配慮するってことね。そう、例えば来月いきなりあのディズニーランド行くからねとか、来週行くからねとか言うと、女の人ってね、うん、そういう時間サイクル持ってるから、だから男の人ってあれでしょ、例えばあの今月来月再来月って考えてないさ。考えてない、うん、で女の人ってもう常に生理が来るから時間を刻んでるじゃないですか、うんうん、で女の人ってまた妊娠出産もいくつまで産まないといけないとか思ってるけど、男はバカ野郎だから80でも作れるさ。作れるね。だから常に時間的概念が弱いでしょ。うん、だから女の人はこの生理があることによって常に現実的に生きてる。あ、うん、そうか、まあ、周期と向き合わんといかんからね。そう、周期と向き合ってるんですよ。男の人はあのいつでもいいよみたいな感じなんですよ。あ、うん、なるほど。なんで女の人って毎月毎月来るからすごいスパンだよね、うんうんうん、毎月ですよ、うん、あっと思ったらすぐ来るんですよ。本当またなと思って、またなって来るんですよ。4週間、うん、いや、あの月と一緒ですよ。28日周期、うん、あ、でもこれはもう若い年齢によって違う、うん、とあと体調とか。も俺もなんかね、ちょっちょ毎月血抜きたいけど、あの何つうの献血さ、4ヶ月に1回って決まりがあるわけ。あ、3ヶ月に1回か。いや、まあ、向こうは別にも月1でもいいんだけど、今の血抜きたい話はあのちょっと言わせてもらっていいですか。どうぞどうぞ。僕自転車乗ってたんですよ、うん、自転車乗ってて手放しとか習って、手放しするんですよ。あ、いやー、分かる分かる、楽しい。手放し楽しくなってバーって手放ししてて、うん、後ろ向きとかイエーイとかやったら、そのまま壁にバーンってぶつかったの、うん、このまま、うん、そしたら、うん、このハンドルの付け根にチンチンの上バコンって打って痛い、ボンって打ったら、チンチンの上にこのぐらいのオールができて、チンチンの上に血の塊が、して小学生だから死ぬと思うさ、急所の上に血の塊ができてるから、してお母さんとこ行って、ママこんななってるって見せたら、あー、この血どんなやって出そうかな、女だったら勝手に出るんだけどねっていう間違った規制教育を受けてました。そこ
そう。あんま俺の話と関係ないじゃん。毎月抜きたいっていうのと関係ないやし。じゃあ一回 CM 行きます。本当に言われたもん。あれったらブーブー言ったらブーブー。え、ブー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 で取れる。ブーブーってカッピング、汚れたのから出てくる。あ、マジで、うんうん、どんどん毎月抜きたいんだけど、自分毎月抜きたいってこの言葉だけ聞いたらエロいですよね。毎月ね、ハイバルにあるよね、有名なところがちゃんとチームであるあるある。献血じゃなくて新旧のところでもやってる。初江さん、布ナプキン女だったんですね。うん、布ナプキン女ってぬなめって呼んでいいですか。布ナプキン女でぬなめ。布ナプ、もう初絵だから布絵でいいじゃないですか。ふさえと布絵でーす。布絵ふさえ、ふさえってふさえってひどいよね。ふさえさんね、いい名前。漢字はどんなやつ。あの、ぶどうの一房二房のあれです。あ、そうです。あれ、あの、ナイエンディング。今ここグラビラ、ラストナプキンの話。そうです。要はまあ、今ここね、やっぱ自然で、自然の話ができてよかったですよ。自然に帰るっていうことですね。うん、うん、本当にいいと思います。だって不妊の方とか、この徳地さん T シャツのね、トーラスもね、自然のなんか木の流れっていうじゃないですか。木の流れですね、これ。トーラス上のこの、あ、もっと上です、こっち。あのラジオじゃ伝わらんよ。それは乳首です。乳首見慣れてるから。見慣れてるから。今こそやっぱ自然にね、帰る、うん、だけど自分には手間暇かける。あ、手間暇ね、そう、うん、自然、まあ勝手にはねできませんからね、やっぱ手間暇、うん、手間はね。でも、うん、でもこれ、あの、自分で作るってどういう意味ですか。カタ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 、そうそう、裁断してね。そう、簡単にできるし、うん、そうだけど彼女が作ってるのはすごいカラフルだし、あの、で持ってるんですか。便利に作られてる。持ってるんですか。はい、うん、今持ってるんですか。持ってます。ちょっと見てみましょう。ああ、これ本当にさ、これ学校から取り入れんといかんでしょ。小学校、小学校から。早めに教えんとやらんよ。うちの娘それ使ってる、ずっと。ちょっとこれ、ね、教育、本当に持ってる。あ、これパンフレットまで、うん、パンフレット見た方がいいですね。これあのブログで、ブログはなんて検索したら出てくるんです。ふさこふさこ子宮を作る。ふわふわです。あ、じゃあブログはふわふわ子宮を作るって検索したら出てきます。ブログはあの、まだアメブロ、私のアメブロになるんですけど。ブスはしね。ブスはしね。これ、じゃあ、愛子さん、はい、これ検索したら出てくるっていう検索キーワードを教えてくださいよ。検索、皆さんの注文するとき、Facebook の方から今、口コミですごく広がっていて。あ、そうなんだ。はい、それで今、ホームページを作ってる途中なんです。あ、途中なのね。じゃあもう、はい、今はもう、じゃあね、友達に、荒垣愛子さん知ってる人探してください。QR コードもあるから、チャリンってやったら、ね、できる。これもまだあの、まだ整備中。整備中、はい、そうなんです。整備中いいね。布ナプキンアドバイザー、ラブナップ代表。あ、ラブナップって、そう、ラブナップいいですね。これを忘れてた。そう、ラブナップっていいよね、名前。ナップってナプキンのナップですか。あ、そうです。どういう意味なんですか、ナップって。触ってもいい。あ、どうぞどうぞ。ナプキンのナップです、単純です。はい、元々のナプキンのナップってどういう意味なんですかね。はい、なんか一応神聖なものだから触れないんですよ。いいえ、さ、ね、なんか触りにくいよね。触っていいって。うん、触っていい。じゃあ触りたい、触りたい。いいですか。触り心地とかも分かんない。ああ、なんかいい感じだね。はい、なんか男もやりたくなるな。なんでこんななってるんですか。あの、パンツにピッて止める。あ、はあ、ああ、はあ、ああ、なるほど。そうそうそう。最後にちゃんとエロ話に。やっていいですけど、はい、僕、はい、ナプキンって直接テープであそこにつけると思ってたでしょ。ああ、そんな感じ思ってた男の人だけど、ある時彼女と同棲してる時にパンツにくっついてるの見て衝撃を受けたよね。分かる分かる。なるほどね。あ、負けていいね、これね、うん、すげえ。これはこれ、これこっち、こっち、こっち、これはここです。もう今こそ自然に帰りましょうよ。まずはね、男も女もナプキンですよ。でこれ、うんとね、あの、服部くん結構いっぱい持ってるよね。リカちゃんのベッドじゃないよ。そうそう、これ大きいの、これだったら夜用。え、これ、はい、なんで大きいんですか。あ、夜用ね。夜用です。あ、これ僕用。そうです。で、ね、多い日も安心だ。でもさ、これ便利だわけ。なんでかったら、ここ使うさ、うん、で、使ってやっぱほらちょっと濡れるから、うん、感覚嫌なるじゃん、うん、そしたら
これまたこういうふうに。あはあ。なる折り曲げたのを一回広げて、もう一個の下にあったのを上にさ再び。そう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 。で、自分のものは。初江さんのってなんか、うんこも出てくるんでしょ。なんでよや。なんでよや。だから中にはまあね、愛子さんも綺麗にこれで止めれるようにやってるんだけど、うん、自分がやっぱり使い始めの頃はもう表裏こんな感じで、でこうやって使って、またこうやってやったり。あと50秒。そんな感じ。これ最後にね、このなんか出てきたらね、この占いとかできたらいいね。今日の占い。今日の占い。ナプキン占いですね。ナプキン占い。布ナップ占いですね。布ナップ占いができたね。最後だけどこれでいいのか。まあいいんじゃないですか、ね。いいかも。まずこれこそ今ここうがなびらですよ。今ここだから大事なのは今ここそう今ここそうかわいいチー見てうがなびらそうそうですねチーに感謝しましょう皆さんあの約1年ぐらいありがとうございましたそうだ1年ね、まあ、約本当に1年はいじゃあこれをもちましてうがなびら終わりです終わりです皆さんまたいつかどこかで、はい、はい、今ここうがなびら何かあるんですか？あのやっちゃうカメラカメラ。YouTube に YouTube。柔らかいねこれ本当。いいいいさこれちょっといいわ。いやあいやマサさんのマサさんのコメントだ忙しくて言えないからさ。みんなに配った方がいいですよ。DJ マサさんってマスオさん？いや違います。あまた別の。はい、ああ。FM 議論やってるんでしょ？前喋ってました。あ前か。はい。